はい、フォトジェニックチャンネルのマンです。ミッチーです。はい、お願いします。今日ちょっと携帯を取っ換え一体しながら話すんで、カット割りがちょっと気持ち悪いところがあったりとかしたらさっき謝ってくださいね。はい。で今日ミッチーと僕なんで、またスマートフォンの話なんですけど、この動画を今今日8月の何日ですか？今日は11ですね。11ですよね。14までの間に僕頑張って編集して、他の動画が入ってても先にこれを上げようと思ってますんで、はい。今日8月11日ということで動画してます。なんでかっていうと、8月14日に実は Google ってわかります？はい、使ってるサービスのあれですよね。そうですよね。はい、 Gmail とか YouTube とかやってるネットのサービスの会社なんですけれども、 Google さんスマートフォンを持ってはりまして、今年の春出るんじゃないか出るんじゃないかってずっと言われてたんですけど、Google のスマートフォンの新しいのが14日から予約開始の20日販売になってまして、結構ね、うちのこのチャンネルの視聴者さんって、写真展、パレットプラザのお客さんもよく登録してくれたはるじゃないですか。スマートフォンのこととかもできたら教えていけたらなっていうので、この間画面録画の仕方の動画をアップしたんですけど、買い替えとかなんとかっていう時の後に、春ぐらいにこのアップルの iPhone の新しいやつが出た時に、解説であったり開封動画であったりとかいろいろ出したんですけど、そこそこ見てくれたはったんで、なんかやっぱスマートフォンのことで知りたいことがあったりとかする人はいるかなと思ったので、Android の新しいスマートフォンでもちょっと解説していただいてます。2020年はですね、5G が浸透するかどうか開始され始めたところなんですけれども、まだ iPhone の時もちらっとお伝えしたんですけど、まだ大丈夫やと思うんです。 4G の携帯の方が安くて、いいものが手に入りやすいので、あと2年ぐらい完全に 5G に入れ替わるまでは時間がかかると僕は思ってますので、買い替えるんであれば今年が最後 4G で携帯を安く手に入れるチャンスですよっていうのをこの iPhone の時にお伝えしたんです。僕もし悩むとしたら Google の新しいやつと思ってたんですけど、ちょっと新しいやつまだ別に僕ら素人なんでなんか文句って言って見本持ってるわけでもないし、あれなんであれなんですけど、僕が普段使ってるのがその1個前の方の Google の Pixel 3a っていうやつなんです。これの 4a っていうのが今度出るんですよ。Pixel 3とか4とかっていうのはハイスペックな10万円ぐらいするスマートフォンなんですけど、 iPhone もこれ SE は4万円台で買えましたけど、普通の今出てるやつだと11とか11プロ、11プロってやつは10万超えたりするやつがいっぱいあるんですけど、廉価版のやつですごい性能が今この2つになってるっていうことなんです。ちょっとここで一遍止めて 4A の画面がどんな感じかっていうのをちょっと見せますんで、はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあ携帯変えたんですけど、これ普段YouTube の動画撮ってる iPhone の 10S なんですけど、これ見てわかりますかね。全画面ってこういうことなんですよね。で今去年出てた Pixel 3a ってやつは、これ見せたらわかりますかな。こういうの見せたらわかりますかな。こうやってちょっと待って、白いほらこういうここに。切れ目っていうか、画面は全画面じゃないっていうのはこういうことですよ。これをベゼルっていうんですけど、ここをねベゼルなしなんですよ、次の 4A っていうのは。で全画面なんですけど iPhone って基本、まあ知らんでもいいんですけど iPhone はここが白い画面で出せるかな、こうなんで出せるかな。あ、わかりますかね。ここのガラスケースの切れ目のところ、ここが切り欠きになってて、ここにインカメラであったりとかセンサーであったりとかっていうのが入ってるんですね。でノッチがあるやつは基本的にこのノッチの部分にあるんですよ、インカメラとかセンサーがなってるんですけど、ここのノッチが iPhone はこういう形で、今11もこういう形で入ってるはずなんですけど、 Google の Pixel 4a はどうなるかっていうと、この全画面でここにノッチもありません。丸っぽ全画面なんですけど、インカメラがここにあるんですよ、左上に。左上にはね、そこだけカメラになってて画面が映らなくなっちゃうんですよ。ちょっと一遍画面を見せましょうか、そのピクセル 4a の。これ画面録画もしようかな。だから3台で録画するっていう大変なことになりますけど、そうですね。これでお手伝いはできませんけど、もう横見てもらったそうです。この間教えた画面録画、これで、スマートフォンの画面録画もしてるので後で差し込みますけど、横にいるだけでも Google ストア公式サイト、はい、ここで14日から予約が開始できますということなんですけど、はい、これね、新しく出ますよっていうご宣伝してて、うん、こういうことです。こういう全画面なんですけど、うん、また分かりにくいようにしような。なんか仕組みがおしゃれでちょっとついていかれへんわですね。これ背面はこんな感じ、ね、まあここでアップで映すよりあれか画面録画を見せたらいいか。ここかな。それですかね。あ、違うな。ケツちょっと上の部分を見せろ。そこが変わってんねんから。あ、これかな。それでちょっと。あ、こういう感じ。なぜ正面を見せない。なぜ。恥ずかしいですか。ありました。わかりますこれ。はいはい、わかります。視聴者の皆さんは画面録画を見せますけど、こういうことです。こういうことです。こういうことです。違和感はあるんです。結局ね、iPhone のこれにしても違和感はあるんですよ。ね、ちょっと僕野球のゲームやってるんで、それが一番わかりやすいんですけど。野球のゲーム。はい。ね、気持ち悪いですよ。こういうことですよ。こういうこと。ちょっとおかけしましょう。こういう状態の画面なんですよ。はいはい。これね、はい。ゲームスタートって押すじゃん。はい。ここ入ります。ああ、え？なんか残留しました。なんか残留しました。ここ気持ち悪いですかなんか。ゲームの画面ここが消えてるのわかります？あ、そうここの部分ですね。はい。うん、なんか不自然な感じですよね。そうなんですよ。で、特にひどいのが例えばまあ。やってるのとか試合をやるとね、分かりやすいです。試合これね、でね、バッターになったでしょ。バッターやりますね、操作ね。見ててくださいね。ここ気持ちじゃないですか、ここ。わかりますこれ。なんか上が欠けてんの、なんか気持ち悪いです。これ画面見ながらよう打てんぞ。見えへんぞこれ。はい、打ってください。ホームラン。見えへん。ね、ちょっと。はい。え？遅い。ちょっとこれでも当てるだけにしますね。ここ気持ち悪いでしょ。気持ち悪いでしょ。これがだから新しいこの Pixel 4a の方はだから左上がそれが出るってことです。ゲームはちょっと終わらせますけど、そういうことです。わかります。わかりました。はい。っていうのが全画面でも今なんかそのなんですかね、本当はこのモニターの裏側にセンサーを埋めるとかっていう開発とかも今してはるらしいんですけど、まだそこまでいってなくて、あとこれ背面カメラもね、高い10万円の Pixel 4 ってやつはね、レンズのところさっきあったね、レンズありますね。色とき出てきますよね。あ、これね、なんかいっぱいレンズありそうな形してるじゃないですか。やけどこれフラッシュで実は白いやつは。そうなんですか。はい、視聴者の方画面録画で見ます。これ右下のこれがレンズなんですよ。これだけ1個だけ単眼です。ちっちゃい。ちっちゃいかどうかはちょっとわかんないですけど、後で見たら分かるんですけど、出っ張ってるんで、レンズのカッパーの部分は。レンズは大きいと思います。これが Pixel 3のレンズ1個だけでしょ。あ、ほんまですね。はい。これと同じものがおそらく入ってます。カメラ性能はほとんど一緒なんですよ。で、望遠レンズとか今時はほら、iPhone のこれだってほら、レンズが2つあるじゃないですか。あ、そうですね。広角と望遠と、これカメラの話も以前動画で上げたことあるんですけど、そういうふうになんか複眼のレンズになってる携帯が多いんですけど、ピクセルの廉価版のやつに関しては単眼のままです。なんか見た目だけいっぱいレンズがありそうなカバーにはなってます。っていうのがパンチホールっていうんですけどね、この先のインカメのレンズだけ穴開いてて全画面っていうのがちょっと特徴で、まあ長所のような欠点のようなみたいなところはありますよということです。はい。はい、じゃあまた携帯変えましたんで、画角が違ったりとかして気持ち悪かったりしたらごめんなさいね。要は去年のおすすめやったこの Google の Pixel 3と今年のおすすめやったその5万円、これ2つの5万円ぐらいです。以下ではありますけど、税込みで5万円ぐらいですけど買えるおすすめな携帯2つやったんですけど、これの新しいのが要は今年出ると。で、さっき説明したパンチホールが全画面で、レンズは1個のままです。まあ iPhone もレンズを安いやつは1個のままですけど、そういうことです。で Pixel 3a との違いなんですけど、まあ、携帯のスペックについては以前動画上げたんで興味のある方は見てもらったらいいんですけど、メモリが4ギガから6ギガに変わってます。バージョンアップしてます。メモリっていうのはいろんなソフト一遍立ち上げてもスムーズに動かせるかどうかっていう話、簡単にでストレージっていうその中身の容量、これ4万円台で買える iPhone ですごい高いスペックやしおすすめだよって言ったけど、4万円で買おうと思ったら64ギガです。中身、動画とか写真とかゲームとか保存できる容量が64ギガしかありません。去年安かって、去年僕これは絶対去年買えたこれやと思って買ったこの携帯も64ギガ一択です。こっちは128256ってあるんですけど、5000円6000円ずつ上がります値段が。だから5万円超えちゃいます、128買おうと思うと。Pixel 4a は128ギガです。最初から128GB、要はメモリーは、iPhone は1.5 倍ぐらいあるって考えてくれっていうのを iPhone の説明の時言いましたけど、3ギガなんですよ、メモリーがね、読み込みの速度がね、3ギガなんですけど 1.5 倍って考えて 4.5 ギガぐらいですわね。これが4ギガですわね、6ギガです、次出るやつはね。でストレージ5万円以下で買おうと思ったら6464やけど128です。値段がさらに500060007000下がります。税込みですよ、税込み。税込み4万2900円ということは本体価格は3万円台ってことですよ、ということなんで、基本ね携帯買う時で3万円か5万円かもう10万ぐらいのハイスペックのやつかっていう3択になりがちだと思うんですけど、はい、ローエンドに近い値段でミドルスペックのものが買えるっていうことです。で一応チップセットっていうそのコンピューターそのものもですね、コンピューターそのものはもう SE にはもう勝てへんって言いましたけど、10万円超える携帯と同じ性能を持ってるんで、チップコンピューターに関しては、なんでコンピューターに関してはこれがおすすめだって言ったけど、まあこれよりはちょっと良くなってます。スナップドラゴンっていう Android のチップを使ってるんですけど、これもともとは660っていうやつなんです。10万円超える Android は865っていうのが最新、数字が高いほど性能が高いと。865のスナップドラゴン積んでるやつは iPhone とほとんど性能変わらないです。はい、なんですけど、今回 Pixel の 4a は730だから660よりは上やけど、一番高い10万円超えるやつと同じものは積んでない。ちょっと下、はい、っていうことです。これが何倍だから税込み4万円。こちらの結果が見つかりました。そうね、それはよかった、ありがとう、それはよかった。ここは多分カットありますけどこれが、コンピューターの性能としては抜群に高いけど、画面がそもそも小さいと。で4A も言ったら外回りはこれと一緒です。で全画面ってことです。だから画面だいぶ大きいですね。さっき iPhone の 10S の画面見せましたけど、あれぐらいの大きさで、さららにここ真ん中切り欠きじゃなくて左上に穴が開いてる、レンズの穴が開いてるだけということなんで、ほぼほぼ画面の大きさは多分僕の持ってるこの3つのよりも大きいっていうんですよね。なんですけどチップの性能はそこまで高くない。どういった人が買えばいいかっていうと、どうしても携帯を買い替える必要がある人、なんか壊れたとかもう古くて動かなくなってきたとか、何らか事情があって買い替える人は買い替えるべきタイミングなんですけど、10万円の携帯とか秋まで待って iPhone の12を買えばいいっていうことではない。iPhone の12は 5G に対応してるんで、これから先も何年も使いたいっていう人はその秋の10万円のやつを買えばいいと思うんですけど、 4G のままで別に今普段ネット使ってるのに不自由なくやってて、なんか新しいなんかをいろいろ取り込みたいっていう人でなければ4万円とか本体価格でいうと3万円台とかで。何年か使える携帯が出るんで、これか Pixel の 4a にしたらいいんです。でこれと Pixel 4a を悩む場合にどっちを買えばいいかっていう話なんですけど、まあ基本今使ってるのが iPhone であればこっちでいいと思います。で Android 使ってる人であればこっちでいいと思いますけど、乗り換えてみたい変えてみたいっていう場合に注意すべきポイントは、64ギガを買っちゃうと結構ほら前の時でしたよね。これのストレージは64しかないからこんなもんだ使っちゃってるんですっていうのを見せたのに、軽くする方法の時に2年経って、まあ僕は仕事で主にスマートフォン使うんであれですけど、これは動画を入れてない状態、動画は基本的には iPhone の方に入れてるんですけど、ソフトとか仕事のデータとか写真で48ギガ使ってるんです。1年半2年目ぐらいでこう48になっちゃうんで、でこれが今スタッフのあんこさんが今使ってはるんですけど、これもだからプライベートはまあ一切関係ないんで仕事用になってると思うんですけど、がごめんなさい、ね、33.5 を使っちゃってるんですよ、はい、なので何年も使うって考えた場合64ギガっていうのは基本的には心もとない数字なんです。そうですね、そう思う、そうなんで多そうに思うんですけど、 iPhone は iCloud、 Google は Google フォトっていうところに、インターネットのサーバーに無制限に預けられる、無制限じゃないわ、こっち5ギガしか預けられないんですよ、 Apple は。あ、そうなんですか。無料ではね、無料、有料では増やしていけますけど、こっちも無料で無制限って言ってるけど、無制限のデータ上げると、なんていうんですかね、画質が、簡単に言うと画質が落ちるんですよ。はい、だから撮った綺麗な写真のデータのまま残せるわけではないので、はい、そういうのはやっぱ本体にちゃんと残しとかなあかんってなった場合は128ギガが必要だと思うんです、はい、128ギガ以上のストレージが欲しいっていうのであれば 4a やと思います、で今からちょっとミッチに協力してもらって、これ今室内ですけど、僕を写真に撮ってもらいます、と動画も撮ってもらいます。これね、これほら、これ持ってさ、ディズニーでこれ手ぶれせえへんからいいよって言って持ってって撮ってもらったじゃないですか、むちゃくちゃ綺麗に撮れてたじゃないですか。僕これの評価の動画上げた時に iPhone 性能悪いカメラって言ってたんですけど、いやビデオに関しては下手しい、すごいぞって思って、だからこれも手ぶれ補正はあるんですけど、1年前やけど多分カメラ性能 4A とそんな変わらないんで、3A、これ 3A でね、 4A とそんな変わらないんで、これ両方持ってちょっと歩きながら、僕が歩いてるの後ろから追っかけて撮ってもらって、どっちがどんだけブレてないかっていうのとか、写真は残念ながら、それも前の動画見てもらったら分かるんですけど、 iPhone のカメラは全然ダメです。写真やから言わすと、こっちじゃないとまともな写真撮れないです。綺麗な写真を撮りたいんであれば Google の Pixel で、動画をメインに撮らはるんであれば、もしかしたら今僕もやってみたら分かんないですけど、こっちじゃないかなって思うんですよ。ディズニーのやつを見るとえげつない。そうそうですね、軽さは大きいけどこっちの方が軽いんですよ。あ、そうなんですか。はい、あ、ほんまや。まあ 3g しか変わらないんで分かんないと思います。3g だけですけど、こっちの方が大きいのに軽いんですよ。 iPhone はなんかじゃない、ちょっといろいろ入ってて重たいんですけど。なので、そうですね、もう一回まとめると、動画メインのなんか撮影をしたいっていう人であれば、今から取り比べた画像を見てもらってからになりますけど、今僕の判断では SE の方がいいかもしれない、 iPhone の方が動画の性能は優れてるかもしれない、写真は明らかにこっちです。この間のこっちのやつで見せた通り、ポートレートはこれ撮れません、人物しか、物のポートレートは撮れませんで、こっちは単眼やのにレンズ1個ずつやのに、こっちの方がいろんなカメラ性能もあって、修正できて、ポートレートも撮れて、色も明らかにこっちの方が綺麗だと。それは前撮ってる動画のやつ見てもらったら分かります、なんで写真メインの人はこっち、で128もあれば十分、写真メインやったらやっていけます、で動画メインの人はこっちで、64ギガは残念ながら諦めて5万円超えて、128とか256を買ってもらったら、256から6万超えます、そうなってくると、あと何万か出してハイエンドのスマホ買ってもいいかなっていうような話にはなっちゃうと思うんですけど、5万円台の128ギガやったらギリギリミドルスペックでありかなと思います。で僕が今年買い替えるんやったらこの2つですよって言ってるのは、他のメーカーさんはね、ソニーさんとか例えば国産やとシャープとかあるんですけど、ちょっとブランドバリューが入ってて、いまいち値段、コストパフォーマンスはこっちの方が高いですね。じゃあコストパフォーマンスもっといいスマホないのって言われたら、中国系のスマホ、ファーウェイとかオッポとかレッドミーとかいろんなメーカーがあるんですけど、いろんなメーカーがあって、はるかにこの2つより優れたスマートフォンを3万4万で売ってたりするんですけど、こんなんね、ビジネスにね、政治の話を持ち込んじゃダメやと思うんですけど、中国結局2大メーカーって、インターネットのエンジンメーカーって、Android と iOS じゃないですか、OS のメーカー、どっちもアメリカの会社じゃないですか、で中国とアメリカが今、喧嘩してるでしょ、でスマートフォンで優れたスマートフォンを作るメーカーが中国でしょ、でだからファーウェイのやつとかは、去年とかやったらファーウェイの P30 とかいいよって思ってたんですけど、ファーウェイなんか Google から切られちゃったじゃないですか、サービスが切られちゃったじゃないですか、で他のメーカーもなんかどうも中国がそうなりやすいって言ってるんで、ちょっと。携帯そのものの性能云々よりもそのまず普通に使えるかどうかっていうところで疑問符がついちゃうの で、日本の国産メーカーも悪くはないんですけど、ソニーのも悪くないですけど癖がきついんですよ、ソニーの携帯って。なんで好き好きかなと思う。ソニーのカメラもすごいいいんですよ、やっぱり家電メーカーなんでいいんですけど、なんでどれって僕が一般的な人におすすめするんじゃなれば、この Google の新しいやつか iPhone の新しいやつが5万円前後で買えて、1万円でも予算抑えたいって言うんだったらこっちです。ストレージが大きいとかいろんなことがあったんで、ただまあゲームPUBG とかゲームやってくれてるじゃないですか、あんなゲームはちょっとこっちだとカクカク動いて、それも比較動画上げてるんで見てもらったら分かるんですけど、ゲームとかなんかハードなことをしたいんであれば iPhone の方がコンピューターの性能がすごいですので。ましたけど、まあそんなもんですかね。でこれを結局ね、新しいのを買い替えて開封して設定していろいろまた検証しようかと思ったんですけど、僕から言わすとこれを買っちゃった人はそんなに変わんないんですよ。ちょっと性能上がったってさっき言いましたけど、そんな変わんないんで、僕これあるんでこれでいいんですよ。でまあ車用携帯はこれ買ってあるんで、もうだから車用携帯に足りてるんで、今回うちは会社口として Pixel 4a はパスしますけど、今買い替えたいっていう人はこれをちょっと参考にしてもらって、iPhone の SE か Google の Pixel 4a がおすすめですと。で直接さっき Google ストア開きました通り Google ストアで買えますので、そこで買って、あとその分かんないじゃないですか、キャリアの説明とか分からへんかったら、なんやったら今使ってるキャリアさんのところ行ったら3000円で手続きやってくれますし、その3000円ももったいなかったら別に自分でできます。 iPhone の方の設定動画のやつ見てもらったら別に Android だからとか変わることないんで簡単にできますから、そしたら今持ってる携帯からカード抜いてカード差し替えて設定したらもうそのまま使えると。なんでまあ SIM フリーでこれをね、そうか最後まとめでこれね、ソフトバンクと Google の純正でしか Google ストアでしか買えないんです、キャリアで取り扱うのはソフトバンクだけなんですけど、別に au の SIM もドコモの SIM も、僕はこれ Y モバイルの SIM、 Y モバイルはソフトバンクと一緒なんであれなんですけど、刺さりますから、何でも刺さりますから、持ってってもらったらやってはくれもやってってくれますし、ソフトバンクで買うとこれの時も言いましたけど、キャリアさんの取り分があるから、値段が5000か1万ぐらい上がっちゃうんですよ。だから買うんやったらもう iPhone 欲しかったら Apple の純正ストアとか Apple ストアなんかどっか電気屋さんとかに入ってるじゃないですか、とか Google は Google ストアってあんまり関西にはないと思うんですけど、 Google のねサイトで直接買うとそれでも値段グッと抑えられますので、それでもし手続きわからんかっても3000円でまあキャリアさんはやってくれはるので、キャリアさんにしたらイラッとするかもしれないですけど、ネットで直接 Google とか Apple から買ってで、まあ電話屋さん持っていくとか自分でちょっと勉強するっていう方がいいんじゃないかなと思います、携帯買い替え悩んでる方は参考にしてもらったらと思います。聞き取れませんでしたということなんでうまく聞き取れない間に終わっていこうと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、なんかすごい台が、消えた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 。